遅れてすまんの。遅れてすまんの。あ、やっほー。よバンジュラモンスターさん、ハートありがとう。第1回リコーよ。スピードの問題、なんかさ、あのメールでさ、めちゃくちゃさツインテール見せてたしさ、なんかさ全然ちげえ人出てきたって感じ。イエーイ。さっきね、すごい緊急の LINE が来たから、緊急の LINE が来たから20時に始められなかった。そう、え、真剣ゼミで勉強してきたの本当にそんなのあるんだね。じゃあ有望です。見て、今日のつけてたイヤリングだよ。かわいいでしょ。これがうさちゃん。ワンダーランド、なんだっけ、アリス・イン・ワンダーランド、世界、不思議な世界のアリスかいね、不思議な国のアリスかい、不思議の国のアリスか。トリダーさん、かわいい、ありがとう。ということで今宵は皆さんとそうで上がるアリスなんだ。お、生写真ありがとう、うさちゃん。ということでね、今日はリコーをやっていきたいと思います。私の手元にはね、今合計46個の、50何個とか言ったけど46個の、なんか橋さん、佐川ありがとうあの46個のね問題があるので、ほら、ぜひ皆さん投票機能を使って、そう、リコチンワンダーランド、本当にね、48、うん、うん、なんか普通に、うん、旦那オーディションの1時かな、そこみんな何あれするのそこそこ。ハルルンさん、朝顔ありがとう。なんぜか46個になった。昨日の夜とか今日とかいろいろ今まで書いてたやつも含めて。ではまず1個目です。皆さん心の準備はいいですか。ワギーさん、いいね、ありがとう。どうですか皆さん、召使いでいいんですか準備は。お、あ、じゃあ皆さんもメモ、ペンとノートを手元に持ってください。それで自分が何問あったかあの確認してみてください。ペン取ったんで。ではまず一つ目の問題いいですか、本当にいいの、いくよ。え、なんかぬるっと始まったね、この配信。何も喋らずにぬるっと始まって、ぬるっと多分終わるんだと思う。ではいきます。第1問目、ドン。リコチはポテトとネギトロどっちが好き。1、ネギトロの方が好き。2、ポテトの方が好き。3、どっちも同じぐらい好き。何問で合格。46問。いや、ボーとしてくださいね。では投票開始。ウホはないよウホはないよお、ネギトロとポテト、さて私はどっちが好きでしょう。ウホじゃないもんこれは結構あのあれですよ、真面目に、だって私の真面目にいかなきゃ。おー、
え、ウホが欲しいんですか？ウハウハウハ、ネギトロポテト軍艦が好き。あ、それそれそこ、そんなのあったら超最高じゃん。私絶対食べるよ。3、2、1、終了。あ、ネギトロがポテトより好き。ポテトより、あ、どっちも同じぐらい好き。ポテトの方がネギトロより好き。おお、はーい、すごい。皆さん難問ですか？ちょっとペンどこ？ユウだったらポテトなの？多分この中にある。昨日のまんまだから。あった。では正解です。正解は私はネギトロもポテトもどっちも同じぐらい好きです。おっこさん、タコありがとうございますイエーイ難しい？え、嘘、行ったことあるよ。だってイエーイ行ったことある問題もダメなのかな。審議に入ります？聞いた、あ、行ったことある。でもこの中にもなんか行ったことのない。翼さんハートありがとう。でもこの中にも初めて言う問題とかもあるので、うん、なので私をどれだけ知ってるかより、あ、6月、え、6月1日のママミに書いてあるの？え、カンニングしたのか、言う翼さんだるまありがとう。失格じゃないよ審議ですか？じゃあ次の問題に参りますはい、私はネギトロとポテトをどっちも両方同じぐらい好きです。でも前髪切った？うん、切った。でも昨日より、昨日もと同じ打ったよ。うん、最近切ったけど。達也さん、アイスありがとう。でもあの、やっぱ好きな食べ物は一つしかかけないと私は思ってるんですよ。だからネギトロにしました。なぜならネギトロは海だから。で、瀬戸内も海、イエーイって感じでネギトロにしてみました。でもネギトロとポテトどっちも好きですでは次の問題です。リコという名前は何語の由来ですでしょう。1、スペイン語。2、ハワイ語。3、フランス語。ぶんちゃんハートありがとう。さあ、私のリコの名前、リコという私のリコという名前は何語からの由来でしょう。これは工藤リコですよ。工藤じゃないけどリコです。お？お？真剣ゼミで出た？本当に？真剣ゼミで出たやつだって本当に？お、自信ある？パール。今 LINE が来たので無になっちゃいました。やったね、パールが素敵。これはなんか服についてます。お、ん？リコという名前はスペイン語の由来、スペイン語からの由来、ハワイ語からの由来、それともフランス語の由来、なんだえ、ポニーテみたいって思ってたの？よかった。じゃあ3、2、1、1、スペイン語。3、フランス語。2、ハワイ語という結果になりました。おお、すごい。本当ですか？ファイナルアンサー？ファイナルアンサー？正解は、うわー、ハワイ語でしたハワイ語でした。パス。パスは3回までで。え、予想問題的中してたの？予想問題なんて作ってたの？正解はハワイ語でした。
これも言ったことある気がする。あ、本当？言ったことあるかもしれない。そう、ハワイ語、ま、なぜか、まずここでちょっと引っ掛けてみたんですよ。スペイン語かハワイ語かで絶対みんなスペイン語って言うかなとか思ったんよ。で、私の名前はハワイ語で光り輝くという意味で込められて作ったんよ。つけられた名前なの。でも本当はハワイ語の光り輝くは本当はリナかリノかなんか リナみたいな感じの名前で、リコはハワイ語でつぼみらしいです。でも私は光り輝くという意味で今も生きています。でスペイン語でなんかスペイン語でなんかリコだけど、スペイン語っていうのフランス語、なんかスペイン語でリコの綴りが本当はハワイだから LIKO だけど、スペインのアメリカに留学してそのペルー人のスペイン喋るホストファミリーの人たちとかにも影響されて RICO にしましたというのが私の名前の由来です。間違えて回答したの？そう、プエルトリコのリコ。はじめまして、リコラブさん。男の名前？うん。じゃあ、はい、第3個目です。はい、リコはパパとママどっちがつけた？チケンさん、はじめまして。1、パパ。2、ママ。やっほー。さあ、私のリコという名前はパパとママどっちがつけてくれた名前でしょう？犬。これは2択です。トリダーさん、千万流ありがとう。ウホはありません。いや、マナブさん、お利口さんになるという。あ、そうなんだ。いいね。祖父？神？え、名前一緒なんだね。いいじゃん。さあ、私パパ、これは行ったことない気がする。これ行ったことないですね。これ行ったことありません、多分。神がつけた名前、へへへ。イージーですか？ほんと？行ったことないよ。厳しい？秋元先生？お、回答もアニコリー回答も出揃ったということで、はい、3、2、1、ドドン。お、1、パパ。2、ママ。おお、正解は「パパ」です。私のお父さんがリコという名前をつけてくれました。私のパパです。半数の人でも母に分かれましたね。私のパパがつけた名前でした。本当は2択あったんですよ、私の名前。パパか、あ、パパ、私のダメが私の名前がパパって、え、全問正解？すごっ。そう、おお、あの、私の名前がパパじゃないけど、あのね、あの、私の名前2個あったんですよ、本当は。リコかマオリで悩んでて、リコちゃんかマオリちゃんになったんですよ。それで私はリコちゃんになりました。そう、工藤パパちゃん。そう、え、全問正解はすごい。そう、マオリよ、マオリ。そう、マオリ族のマオリ。それでマオリ族ってなんかからかわれたらかわいそうだからリコになった。そう、マオリちゃんなの。マオコリちゃんだったの。そう、でもリコでよかった。リコっぽいでしょ。そうそう、マオリちゃんもハワイ由来なの。あ、前言ってた。お、覚えてくれてるんだね。そう言ってた気がする、マオリちゃんは。うん、はい。ほら、マオリ族ってからかうじゃん。みんな今からかってるから、今ほら、マオリってカタカナでマオリって書くじゃん、ほら。しんいちさん、だるまありがとう。あ、でもね、マオリはね、ひらがなになるつもりだったらしいよ。それか、しんに、その真実のしんに、おり、なんか織物、織物のおりで、おり、織姫様のおり。そう、マオリこっち。そうそう、おまわりさん、おまわりさんちゃうわ。ということで、はい、
リコという名前はママがつけてくれました。そう、マオリちゃんだった。いや、魔王じゃないからということで4問目のクイズです。4問目になりました。はい、リコチが、これは多分よく喋ってる気がします。リコチが英語好きになったきっかけは、1アナ雪、2ラプンツェル、3トムとジェリー。これは分かってほしいけど、でも最近好きになった人とかは結構分かんないかも。分かんないっていうか、なんか、あ、どれだろう、どっちだろうみたいな、あ、これどうだろうみたいななっちゃうかもしれない。こっちとこっちで悩むわみたいになるかもしれない。では行ってまいりましょう。リコチが英語を好きになった、きっかけの問題、予想問題的中、すごタムとゼリージョージスピードランニング、アナ雪、ラプンツェル、トムとジェリー。さあどれだ睡眠学習、トムジェリー、いいじゃんいいじゃん、タムとリコグリとグラみたいな、あ、無理とつら無理とつらや、語彙力、なんか尊い画像を見て無理つらいっていう人、無理とつらなんか今最近ツイッターしてるじゃないですか。それでなんかリプすごい早いですね、皆さん。リプもリツイートもフェイバリットハート、いいねだ。はい、これは結構よく言ってる気がします。じゃあいいですか、3、2、1、ノヴァ駅前なんて、はい、お、約半数の人が正解です。正解、私はアナ雪で英語が好きになりました。はい、私小学校5年生の時にアナと雪の女王のレッドイートゴーを聞いて、でそれで、英語で歌えたらかっこいいし英語って楽しいなと思ったのがきっかけで、どんどん歌ってって、映画とかも英語で見て、それで英語が好きになりました。はい、握手会動画楽しい、ありがとう、アナ雪でした。レリコーレリコー Can't hold it back anymore が大好きです。ちなみに英語、最近のショールームでも言ってた、もう本当、あ、ほんそうかもしれん。でも今日好きになった人もおるかもしれんやん。あとは、あとなんだろうな、私はリプライズそのアナ雪のリプライズの、生まれて初めてのリプライズが、あ、出てしまったってリプライズを英語で全部言えます。これは得意、特技でも二度と披露できない。一度も、一回しか、オーディションの時に一回披露しただけで、それ以来著作権とかの問題で披露できてませんね、寂しいどうでしょう皆さん。では次の問題に、リプライズ、なんか調べてなんかエルサが氷のお城に閉じこもった時に、アナが探しに行く時、その氷のお城を見つけて、アナヤッホー、エルサヤッホーみたいなアナが言うんよ。その時になんか、エルサ行かないでみたいな感じ、それエルサやめて、それでいきなり歌い出すみたいな、思いの宙を、何、心中を歌で表現しだす姉妹の部分を英語で歌える。はい、では次、これはちょっとどうでしょうかねこれはオーディションの時の話となります。リコチの初期のキャッチフレーズに出てきた言葉は、はい、1ストウチのびっくり箱、2瀬戸内海のアリエル、3ストウチの食いしん坊。さあこの3つ、私の初期のキャッチフレーズに出てきた言葉、一体何でしょう。ちょっとこうか、懐かしい、オーディション、じゃあカンニングいいですよ。オーディション、私のオーディションの時の動画、まあ3つで、オーディションの時の動画がきっかけみたいな感じで、
そう、ストーチの魔王って確かにちょっとまあなんか知ってください、これで私のことを。ヒントは私が好きなものとかあるかもしれませんね。どうでしょう。ありあり、そう。うん。まあ昔の私も知ってください。ということで、3、2、1、はい。お、お、お、お。皆さん、7割の方がびっくり箱好きな人、そんな笑いはい、正解は瀬戸内海のアリエルでした。私オーディションの時、あのオーディションの自己紹介なんか PR 動画みたいなのがオーディション中に YouTube でね公開されてたんですけど、それでなんか私の大好きなミュージカル調でなんかミュージカルの仲間のりんちゃんに愛の告白をするっていう動画を撮ったんですよ。でその時にあのアリエルのね、あのなんだったっけ、忘れちゃったけど、 Part of the Part of the World、 Part of your World のあの音楽に合わせて、その私の大親友のねりんちゃんに愛の告白をして、でそれがきっかけでオーディション中なんかファンの人とキャッチフレーズ決めようみたいな感じになって瀬戸内海のアリエルこと工藤リコですみたいな感じに言ってたアリエル、アリエルでしょ、アリエル、ありえない、いやアリエルでしょ。そう、なるほど、ザワールド、りんちゃん元気だよ、りんちゃんなんか元気りんりんにしちゃいますみたいなキャッチフレーズなんか勝手に作ってた。そう、山口育ちのインターナショナルガールあの山口育ちのインターナショナルガール瀬戸内海のアリエルこと工藤リコです、よろしくお願いしますみたいな感じに言ってた、元気リンリンにしちゃいますって、はいということで正解は瀬戸内海のアリエルでした。リンちゃんはね、でもリンちゃんはロックな人生だから、ロック、ロックが好き、りんちゃんギターすごく弾けるの。はい、ということで、え、でもりんちゃんは個性の塊、本当に大好き。ということで6問目になります。今のところ全問正解者はいらっしゃるのでしょうか。そう、しかもりんちゃんのりんはその乃木編のりんなん、乃木のりんなんよね、示すの方じゃなくてりんこのりん、吉崎りんこのりんなんよだから、あ、私りんこみたいな、りんこと一緒間違いされるなやみたいなそれりんちゃんとコラボ配信したいよ、私もりんちゃんとはよく話が合うし、りんちゃんはラジオが上手な気がする、聞いたことないけどはい、そうりんこと同じなの。1問ミスか、惜しい。ということで6問目、リコチの愛犬チェスナはリコチが何歳の時にお家に来たでしょうか。1、5歳、2、10歳、3、3歳。はい、これは多分メールで、最近のメールで言った気がする。私の愛犬チェスナは私が何歳、なんで笑ってる、犬種、え、犬種はなん、ちなみに何やと思うそう、最近のメールで言った気がする、気がせんこともないような、犬派じゃみたいな言って、犬かっちょよみたいな言った、しかもうん7月のメールな気がする、分からんけど。はい、ではさあ何歳の時でしょう。5歳、10歳、3歳、チェスナは5歳、10歳、3歳、さあいくつの時に来たでしょう。パグパグは好き、グレートデン、嘘、本当に本当に、ユーガイス、ユーガイス本当、チェスナの特技がチェスナそうやで、そうや、うん、さあどうでしょう皆様、グレートブリテンおよび北アイルランド、北アイルランド連合王国、
どうですか皆さん。雑種言われた。え、私のチェーちゃんはイングリッシュスプリンガースパニエルだよ。イングリッシュスプリンガースパニエルだよ。選択肢忘れるなんてある？5歳10歳3歳まあ忘れるか、そっか忘れるよね、考えてたら忘れるよね。そうだよ、イングリッシュスプリンガースパニエル、あれね、そう、黒白。3、2、1、アフリカンショートカット。はい、お、6割の方正解です。私が3歳の時にお家に来ました。チェーちゃんは私が3歳の時に来て、今は14歳です。ん14歳、うん、14歳です。ちなみにチェーちゃんの誕生日は1月24日。イエーイ。そう、イングリッシュスプリンガー、そうスパニエル、はい、どうでしょう、いいですね。おお、では次の問題。はい、リコチは書道歴何年？5年8年10年。リコチは書道歴何年でしょう。1、5年2、8年3、10年。これは最近になって言った気がします。ではスタート。楽勝？本当？草生やされた。本当？聞いたよね。30年、プロやん。本人もあやふや。いや、うんって、うん、あら。え、前世から？ファイナルアンサー、正解は、なっちゃんと喋るよ。正解は、お、3、2、1の順番で。リコチの処方は好き、嬉しい。3、2、1の、いきましたね。正解は10年です。私は小学校1年生の時から高校1年生の時まで習いました、書道。10年歴10年です。お、簡単、やったー。どうですか皆さん、覚えていましたか？では次の、あ、これは多分ね、すっごいなんか微妙な時に言った気がする。で、なんかこれでなんか奇跡だねみたいな感じに言った気がします。今来た。はい、はい、リコチは何月何日に生まれる予定だった？1、3月、私の誕生日は3月29日なんですよ。ちなみに耳掃除してた？ショーは毎回、お、ありがとう。今ね、8問目、リコチは3月29日生まれなんですけど、何日、何月何日に生まれる予定だったでしょう。1、3月27日、2、4月2日、3、4月7日。さあ、いつでしょう。ママヘルプ。ママー。ちなみに私は3月29日、あ、これは個人情報、生まれた年って個人情報、生まれた時間って個人情報かな、やめとこう。聞いたよね、なんか活動ほんと中心部分ぐらいに、お誕生日あたりとか言った気がする。誕生日、私は16時8分に生まれました。投票、投票、ごめんごめん、投票ありがとう、教えてくれて。そう、実はバッチリ予定日通り。さあ、いつでしょう。聞いたよね、早めのパスロン。うん、聞いたよかな、トリバゴーぐらいかな。
私はね、いいねって感じ。では、いきます。3、2、1、パブロンか。お、2が多いですね。で、3、1、お、正解は2です。私は4月2日に生まれる予定でした。もし4月2日に生まれていたなら、私は今は高校3年生だった。高校3年生だったので。でも私高校2年生、あ、今の代、私今の代がすごく好きなので、早く生まれて、うん、すごく嬉しい、幸せです。そう、実質現役、現役、そう、現役。確かにタムと一緒に学校行ってたかもしれない。タムにこの前なんかお迎え行くよみたいな言ってたけど、学校忘れてな、忘れた。そうそう、タムと高校生一緒にしたかった。そう、ヤヨちゃんとね同じなの。では次、はい、リコチが男だったらなんという名前だった。これは言ったことがあるかもしれない。タケさん、バラ2000万両ありがとうございます。バンチャ。1、シュウヘイ。2、リンタロウ。3、リンマル。さあどれでしょう。リコチが男の子の名前だったら、タケさんかわいい、ありがとう。シュウヘイ、リンタロウ、リンマル。さあどれ。リタロウ。リタロウは今のサンマ、サンマくんなん。さあ、工藤さんまですって。でもいいじゃん。覚えてないの。ヘイベイ。ヘイベイだったの。平平。俊平。俊平、え、あなた。あなた俊平だったの。シュウペイ。なんかおもろ、間違えて投げた、ダメじゃん。ペイペイかわいそう。ペイペイ、ペイペイくんとか侍くんいいじゃん。では行きましょう。3、2、1。お、周平、凛太郎、凛丸。この順番ですね。正解は周平です。私は周平くんという名前になる。これはなんか おじいちゃんがね、あ、伊藤博さん、愛さんありがとう。おじいちゃんがなんか3人も上に2人おって、それは全部ママとかパパがね決めた名前やけ、3人目は私に、俺に、僕に名前を付けさせてくださいなみたいな感じで、周平ぐらいがちょうどいいやろみたいな感じになって周平になりました。キョンさん、バラありがとう。いいですね、周平くんでした。ちょうど、そう、ちょうどいいって。キョンさん、バラありがとう。キヨニ、朝顔ありがとう。そう、おじいちゃん、おじいちゃん好き。ヨネゾー。周平はね、優れている、周、優秀の周。優れてないかったらやばかったね。はい、そうでした。しかも私、生まれてくる時ママが女の子か男の子か分からなかったんですよ。看護師さんに教えてもらえなくてね。でそれで男の子、上がね、お兄ちゃん、2人ともお兄ちゃんやけね、ずっと男の子だろうって思っちゃったんよ。秀逸、男の子だろうって思っちゃったんで、ママが。はい、そう、それでだから名前考えてなくって、女の子が生まれた瞬間、あ、男の子の名前しか考えて、そう、全然言ってたけど、男の子の名前しか考えてなくって、でそれで、うん、そう、私が生まれて女の子って分かって、わーみたいな感じになって、ママは嬉しかったって。うん、でなんかママは生まれてすごい
ヒーヒー風な時なのにアイスの実を無理やり口に入れられたんだって看護師さんにそれ大好きなエピソード疲れたでしょみたいな、頑張ったねみたいな、それでママこうやってヒーヒー風なのに、赤ちゃん産んでヒーヒー風なのに看護師さんにアイスの実うんってされたんだってそうそうそう、でパパが急いでリコって名前をつけた。ハルルンさんバラありがとう。そう周平、そうアイスの口づけでしたそうなの。では次の問題です。はい、これは私よく言っています。パジャマを選ぶ時のこだわりは、リコちゃんを愛して、ああなるほど、パジャマを選ぶ時のこだわり、これはねなんか毎回言ってる気がする。さて1素材、2デザイン、3直感、さあどれでしょう。これはね分かってほしいなーなーこれは結構よく言ってる、これはよく言ってんだなー布面積あー足はね布面積ない方が好き。そうね、4値段、でも値段も、何でも違う、私が選ぶんだよ 100%。 それでは321ドン。お、すごい優秀です。7割の方が素材と選んでくれました。イエーイ。そう、ママッコリの推薦でも、ママッコリが素材をね気にするのから、だから、はい、私はね麺か、麺が好きです。麺 100% が好き。ジェラピケ、そうそう、絹はシルク一緒やん、麺はシルクやろ。そうシルクはいいですね、でも麺が好きです。メモってくれてありがとうお、全問正解、やった。麺 100% が好き、シルク、そうオーガニック、なんか汗の吸収とかいいじゃないですか。速乾、速乾はないけど、だから選ばれ続けてナンバーワン7割やな。では、うーん、化学繊維、河川除去表のもですね。ではリコチが子供の頃苦手だった食べ物は、これはねなんか結構言ってた。今ね11問目、全問正解いるんかな。それリコチママやんリコチが子供の頃苦手だった、今もまあまあ苦手かなって思うけど克服はできてるね。あきこ14さんハートありがとう。1かぼちゃ、2ピーマン、3枝豆、さあどれでしょう。ブロッコリー、ちなみにブロッコリーは芯が好きだった、今はふさふさの方が好きやけど。リコチが苦手だった、子供の頃苦手だった食べ物、かぼちゃ、ピーマン、それとも枝豆、どれだ3 2 1。0.9 セロリ、そら豆かセロリか、セクチリ、セクチリピーマンピーマンってその書き方ウケるね。じゃあ3 2 1、どうぞ。お、2 3 1のですね、ピーマン、枝豆、かぼちゃ、正解は、お、よく知ってるね、ピーマンでした。私はピーマンがとてもとても、苦手でしたね。あ、ちなみにパセリも確かに、私パセリは、パセリは好き、パセリは好き、でも食べるパセリどっちも食べれるか、草のパセリどっちも草だね、草が生えるって意味のね、面白い。うん、
そのお弁当とかにちょんって乗ってるパセリとかは苦手でしたね。食わず嫌いはいけません。あやかんさんハートありがとう。そう、かぼちゃは好きです、昔から好きです。そう、かぼちゃは昔から大好きです。ママのかぼちゃの煮つけめっちゃ大好き。マジゆうたちも食べてみで、枝豆はなんとなくですなんか、うん、枝豆はなんかなんとなく頭に思いついたのが枝豆だったから枝豆にしたけど、枝豆も好きです。はい、枝豆はタンパク質豊富。はい、そう、丸ごと食べるぐらいだから、うん。時間、ちなみに明日も多分かぼちゃ食べる。明日かぼちゃ食べる。では次です。リコチが飼っていたリボンタンとは。私飼ってたんですよ、リボンタンっていう何かを。さあ何でしょう。1ハムスター、2カメ、3カエル。さあどれだユウたちさあどれだ。リボンタンはハムスター、カメ、それともカエル、どれでしょうおお、ほんと、わあもう、うん、これ行ったことないかな、行ったことないかもね。え、行ったことないや、これ行ったことない気がする。ケロケロ、リリボンタンリボンタンはおもろいなちょっと待って、今すごい笑い方しちゃった。リボンタンはおもろいなイグアナ、イグアナはシマジロかな3、2、1はい、お、ハムが多いんだね。で、カメに変える、お、ほほほやな。正解は亀でした。あ、飼ってた生き物を多分言った。亀、リボンタンというギリシャリクガメを飼っていました。ギリシャリクガメで、その子めちゃくちゃちっちゃいんですけど、甲羅に、これ話した気がする、甲羅のなんかここら辺部分にあのリボンの形だったんですよ。甲羅が、甲羅がリボンの形だったんですよ。もうなんか甲羅ってなんかなんか四角がさ、いっぱい並んでるじゃん。そのここの部分だけめっちゃリボンみたいな形で、リボンちゃん、リボンタンって名前つ、リボンって名前をつけてリボンタンってなりました。話したことあった気がする。間違いないとプール、そう、ない、ない、間違いない。そう、可愛いでしょ。だから リボンタンでした。いいですね、盛り上がってきましたどうしよう、今日39も終われるかな。はい、カメ飼ってた、ギリシャリクガメ、女の子、女の子、ん、わかんない、性別知らん性別知らん。ほんと、小松菜をめっちゃ食べる。カメの話聞いたかも。ほんと、じゃあ次の問題です。真ん中のお兄ちゃんね、真ん中のお兄ちゃんが飼ってるカエルのケロちゃんは裏で何と呼ばれていますかちなみにそのカエルはヒキガエルです。ヒキガエルかな、土ガエルかもしれん。ほんと、カメなんです、多分ヒキガエル、分からん。さあ、1番ヒッキーちゃん、2ゲロちゃん、3ダンゴムシイーターさあどれでしょうこれは初めて言いますね。そう、はピャちゃんケロピャ、そういうことか。あ、イボガエル、よし、ちょうや、イボガエル、イボガエル、そうじゃん、イボガエルじゃん。そう、カエルはそっちの話です、イボガエルや。ダンゴムシイタ強そうやね。さあどれでしょうじゃあ15までいったら私今日歌いたい歌があるんですよ、聞いてくださいよ。お、お、なんか赤が結構多く見えますね、ダンゴムシイタさあ、ヒッキーちゃん、ゲロちゃん、タンゴムシイーターさん、さあどれでしょう
リコチマニア。でもこれでリコチマニアになれるじゃん。これを知ったということ、マウント取れるよ。なんかリコチが、リコチのお兄ちゃんさ、カエル飼ってるけどさ、その子ケロちゃんって名前だけどさ、本当は裏でな、リコチになんて呼ばれてるか知ってる？ゲ、あ、待って、いや、じゃあエンドボーティングしましょう。言っちゃった。そのサンバラありがとう。おげ。一応ダンゴムシイーターが多いですね。でヒッキーちゃんで次がゲロちゃん。お、はい、ゲロちゃん。あ、もうこれはみんな正解です。ちなみにゲロちゃんです。これはみんな正解です。ちなみにそのケロちゃんはゲロ、ゲロちゃんって呼ばれています。ゲあ、ゲロちゃんって呼ばれています。やっちまいそう感あった。じゃあこれはみんな正解なのでよろしくお願いします。あれ、角さんにありがとう言ったっけ。バラありがとう。ありがとうございます。ちなみにヒッキーちゃんはなんとなくヒキガエルだったっけと思って、ヒーです。ヒッキーちゃんにしてみました。ダンゴムシイーターはその子ダンゴムシ食べるんですよ。だからちょっとかっこよくダンゴムシ食べるか、じゃあダンゴムシイーターにしよう。タチアさんいいね、ありがとう。ゲロちゃんでした。では次の問題です。さて、これは言ったことがあります。はい、リコチのスマホケースは何色でしょう。ちなみに配信中の私の普段活動するスマホケースの色です。1番水色、2番白色、3透明。さてどれでしょう。ドドン。水色、白、透明。スマホケースの色ですよ。どっちのスマホ？七並べしてる方のスマホはあの水色のシナモンだけど、さてこっちは水色かな、白か。そう、シナモンキャラクターのやつ、いいな。のみのみしてんの楽しいね。ウエスト。そう、リコちゃん飲めない。枝豆食べるもん。では、3、2、1。お、水色、白、透明。おお、分かれました。正解は、またリコチは誘われない。それな、私いつ誘われるん。枝豆注文、あ、ポテトがいい、ポテトにして。はい、透明です。私の、そう、枝豆イーターちゃうから。私このスマホケースは透明です。透明です。なぜかこれは話したことがあります。飽きるかどうか分かんないから透明にしました。ちなみに透明はいいですね。でも色が変わります。黄色い黄ばんだ。 Oh my goodness。 黄ばんだの、黄ばんでるの。お、当たった。うん、外れ、残念。では次の問題です。お、ネギトロ本当。はい、これはちょっと難しいかも。メールが始まったのが2月23日とかだったかな。初期から撮ってくださってる人とかいるのかな、あんま分かんないけど。リコチはお正月に何通メールを送りますか。これは分かりませんね。1、39通、2、100通、3、108通。さあ、いく
桜送りますでしょ。どどん。ちなみにね、ちなみにね、私のねファンのね、なあのねリコチファミリーの方でね、その全部の2にねダジャレで返してくださった方がいました。そう、ダジャレで全部返してくださった方がいました。ね、懐かしい、嬉しかった。さあいくらでしょう。そう、取ってなかった、ってで、それでいつ今まで覚えてるのは、それ今でも覚えてるのが、一番面白かったのが、なんかじゃがいもが好きみたいに言ったんですよ。それたらなんかじゃがいもだけに、なんかじゃがいもの写真が送られ、なんか貼られてあって、じゃがいもだけにポテッと床に落ちてるよみたいな、めっちゃ笑っちゃった、それは。さあいくらでしょう。3、2、1、ドン。お、108通、100通、39通。正解は、あ、いいよ、ハードル高い、ごめん。でも来るって思ってて、1月1日に108通でした。はい、あ、1月3日から、え、惜しい。1月1日元旦に、私は煩悩の数だけメールを送っています。108通送っているので、皆さんももしよろしければ、お正月にね、ぜひ覚えてくださってたら、あのメールを取ってみてください。そしたら108通送るので、あ、来年もよろしく。トリダーさん、バラありがとう。ちなみに毎年やります。で、今回、あ、そう、お正月ね、まだ1月1日は、え、返信してくれるの？嬉しいよ、ありがとう。あのね、でも無理しないで。そう、ちなみに、あのみんな朝、あのメール、なんかメール開いたら、あのもうメールがもう30何件溜まってて、通知の嵐だったっていうあれをいただきました。あの苦情いただきました。あ、でもその時はまだ、その時はまだ活動が浅くて、私たち12月22日にあのお披露目を迎えたんですけど、1月1日だから、何、まだ1週間、2週間ぐらいしかね活動してないから、思い出が少なくて、私の自己紹介みたいなのをね、あ、本当にダブって怒られちゃった。そう、ごめんね。で、それで、だから今回の来年のお正月は、そうだね、まあ2019、20年を振り返る写真とかも、エモエモの写真をたくさん送れると思うので、初期からなんかメール取ってなかったけど、初期のメールの写真も見たいみたいな、そんな人はぜひ1月1日までお待ちください。ということで、今日は私練習した歌があって、みんなに聞いてみたい、聞いてほしいんですよ。お、楽しみって、ありがとう。こっち歌歌いながら108問クイズもあり、やばいよ。発表会なの、今日初めて歌う歌、1曲しか歌えないけど、108通メール、お、ごめんね、クイズしてる。今ね、15問解いたから、広告として歌を歌う。ということで、サビだけリコチじゃないよ、ちゃんと練習した。でもなんか初めてなんかカラオケ機能で歌うから、全部歌えるか不安。ということで、いきます、聞いてください、ハート型ウイルス。はじめはピンとこなかった、ちょっと面倒な気がしてた、聞かれることだけ黙ってうなずいた。いい人だとは分かったけど、まるでタイプじゃなかったからよ、仲良くならないつもりだったのに、
どこでどうしちゃったんだろう、私知らぬ間に恋に落ちてたの、何がきっかけだったのか、入り口を思い出せないのよ、ハート型ウイルスにやられてしまったみたい、どんな注射も効かないわ、あなたのことばかり考えてしまうの、何も手につかないくらい。リコチ型ウイルスで歌うのか、なるほど。皆さん、リコチ型ウイルスにもう毎日毎日感染してください。全然かっこよくないの、周りの友達はみんなどこがいいのって呆れているけど、今までいなかったような純粋な目をした人、私の中に免疫なかったのね、何がどうしちゃったんだろう、私気づいたらメール待ってたり、ラブソングを聴きながら泣いていたり、女の子の上の空病、リコチ型ウイルスは性格変えちゃうみたい、あなたに熱上げてゆく、息苦しくなるの、頭ぼっとしてしまって、愛の意味も気づかなかった、もう絶対にありえない、そう思っていたはずなのに、なんだか私あなたのこと好きみたい。恥ずかしい。皆さんも私のこと好きですよね。リコチ型ウイルスにやられてしまったみたい、どんな注射も効かないわ、あなたのことばかり考えてしまうの、何も手につかないくらい、何も手につかないくらい。ありがとうございます。リコチ型ウイルスでした。ぐだっちゃった。ちゃんとね、歌えてたんだよ。いい、もうなんか最初のいいのところもいいみたいな感じに最初に行くし、みたいな。これは結晶といい、ハート型ウイルスにいい、またあれが必要ですね、リベンジです。ありがとうございます。どういたしまして、タッキー馬ありがとう、ハルルンさん音符ありがとう、トリダーさん音符ありがとう、キヨニーハートありがとう、フラットさんミラーボールありがとう、ありがとう皆さん、達也さんもミラーボールありがとう、ボヤキーさんもハートありがとう、コウヘイヘイさん音符ありがとう、ミヤティさん音符ありがとう、キョンさん音符ありがとう、君はいつも優しすぎて0709さん音符ありがとう、ポンケさん音符ありがとう、たくさん音符ありがとう、皆さんミラーボールもありがとう、コヘイヘイさん音符ありがとう、ミラーボールもありがとう、ノリミオさん音符ありがとう、タツヤさんたくさんミラーボールありがとう、たくさんありがとう、キヨニーハートありがとう、やったーやったーやったーマン、ありがとう。うん、やったー。88点。パチパチやな。ユースさん、ハートありがとう。ゼロタムさん、バラありがとう。タケさん、馬ありがとう。
練習いっぱいします。末期症状はね、笑ったお薬はね、ありますよ。リコチ型、あ、ないです。もう永遠の沼永遠の沼いやありがとうございました。聞こえてるかな。もう助かりません余命宣告って感じ。私が生きるまで永遠。やったー。そう、入院入院。あ、今はちょっとあれやわ、聴診器片付けたわ、ということで問題に引き続き参りましょう。余命宣告、あ、ありました。じゃあ皆さん、また引き続き問題に参りましょう。今日はね、行けたら30問まで行きたいな。25問にする？ここのページだけ結構長いね。25問だけにしよう。今日は100問とかやばかったね。じゃあ、はい、では16問目、ドドン。小児科にいいね、くちりくちりくちり。小さい頃すごくハマった食べ物はなんでしょう。1、卵かけご飯。2、ミートスパゲッティ。3、レモン。さあどれでしょう。小さい頃私は、卵かけご飯にハマった、それともミートスパゲッティにハマった、それともレモンにハマった。さあどれでしょう。ほんと？グミ。やおちゃん、やおちゃん、めっちゃいい音。リコ違ったウイルスに感染して団体涼しげだよね。さてヒント、8歳ぐらいかな。私2008年をめっちゃ覚えてるんですよ。なんで持ってるの？なんで？持ってるよ。では行きます。3、2、1、どうやね。ミートスパゲッティ、卵かけご飯、レモン。おお、このですか。正解はミートスパゲッティでした。じゃーん。めちゃくちゃ、そう、めちゃくちゃミートスパゲッティが好きです。これはね、笑いだけどね、実はなんか意味は恋が恋なんだって恋なんだって。でもね、お、初正解おめでとう。オーマイガー、トリダーさん、朝がありがとう、ありがとう。恋なんだって。でもおーって感じよねパンナコッタ。私はね、ちなみに卵かけご飯は小さい頃食べれてました。でも今は食べれませんでした。です。ちなみにパパはいつも朝ご飯に卵かけご飯を結構食べてます。でミートスパゲッティはなんかよく土曜日のお昼とかにご飯食べてたんですよ。ご飯、土曜日のお昼ぐらいにミートスパゲッティ食べてて、なんか私すごい自然のなんかそういうなんか自然のところに毎週土曜日行ってたんですよ。お、クロッピーさん、朝顔ありがとうございます。え、すごい、15問正解してる。強。え、でもね、これ言ってないよ。ミートスパゲッティがなんか好きとか言ってなかった気がする。それでなんか自然のなんかね、ところに行ってたのよ。そのなんかお昼ご飯としてミートスパゲッティを多分食べてた、よく。ビリーさん、朝顔ありがとう。そう、自然のなんか体験コーナーみたいなところですごいおたまじゃくしとかすくってたし、そこで田植えもしたことあるし、まあいい、なんか雑草、薬草か、ん、なんか食べれる草をなんか探してたり、探してそれをなんか天ぷらにして食べたり。初耳だよね。そう、初耳だよきっと。あ、初言葉。あとそこでキノコとか採取したり、すごいいろんなことしてた。頭お邪魔タクシーしてたの。そう、別荘じゃない、別荘、いいね、別荘とか軽いぞ卵かけご飯はないと思った。そう、卵かけご飯はね、ちっちゃい頃好きだったけど、なんか年取るにつれて
年をね重ねるにつれてなんか好きじゃなくなったみたい。動物の森じゃないよ、普通になんか来るまでブンブンって言ってた。はい、では17問目、リコチゴの三日坊主の2日バージョンはさあ何でしょう。これは結構ねよく言ってるかもしれない。1番2日スキンヘッド、2番2日ロン毛、3番2日ツインテール。さあどれでしょう。これはもうなんか結構おなじみかも。私は結構三日坊主の飽き性の性格なので結構よく言ってますね。そう、どうですか皆さん。何を、縄跳びは二日坊主でしたね。あ、二日坊主じゃないよ、三日坊主でしたね。僕の好きな最強ツインテール、スーパーひとくしくん、いいよ使いな分からんけど。でも縄跳びたまにしてる。縄跳びをたまに10回とか飛んでる。本当にちゃんとやってる。ランニングも最近は行けてないけど今フラフープしてる。うん、3 2 1、ドーン。お、2日ロン毛、そうです、2日ロン毛が正解です。私はね、二日ロン毛になりがちです。おしゃれ、やった二日ロン毛にすごくなるんですよ、なぜか知らないけど。で、二日ロン毛なんか三日坊主っていうからそれの対象、なんか真逆の言葉、二日ロン毛にしてみましたリコ語です、もしよろしければ覚えてください使ってみてね。では次の問題です。リコチのリュックのキャラクターの名前は、一日は何だったっけ、一日ツスキンヘッドやった気がする、分からんけど。1ビーモくん、2ゲーム機くん、3ジョンさあなんだ。ちなみに私のリュック今ここにありますよ、私の使ってるリュック、これで街を歩いています全部草。はい、ビーモくん、ゲーム機くん、ジョンハイジョンっていつも話しかけるかもしれない、わかんない。そう、自ゲーム機なの。さあなんだ。これはね、3周年の時になんかビーモくんですみたいな感じ。ジョンです。8割の方が正解ですね。ビーモくんです。はい、彼の名前はビーモくんです。この子はビーモくんです。言っちゃった。はい。これはあのカートゥーンネットワークのあのアドベンチャータイムっていうアニメがあるんですよ。そういうなんかそれに。そう、横にビーモって書いてます。ビーモくんなんです。知ってたけど間違えた。マジっすか。ではやらかしましたね。では次です。はい、これはね、
結構みんなは分かってほしいな。はい、リコチは夏用帽子は何個持ってる？私夏用の帽子たくさんあるじゃないですか。さて何個持ってるでしょう。8個、10個、12個。さあどれだ、さあどれだ、さあどれだ。なんか配信で夏の帽子コレクションみたいなの言ってて、でそれでなんか夏の帽子コレクションってして、それでなんかメールで送りました。でも黒のアディダスのなんか帽子と、あと海に入る時用の帽子はカウントしていません。あそこにかけてる夏用限定です。うん、ひらかさん、そう、さあ、ちなみにね、今はね一つね、なんかミッシン、どこか行ってる。ちなみにあそこにかかってるの、あそこだ、あった。配信見れなかったの？6個は何番ですか？ 1,2,3,4,5,6。 ちなみに6個目は、黒いクマのミッキー帽子。うん、ではいきます。3,2,1。 お、12個、10個、8個。正解は12個でした。12個、私は帽子を持ってます。レースのキャップ、デニムのバケハで、黒とベージュのね、なんだっけこれ、なんちゃらなんちゃらなんちゃらかんちゃらなんだっけ、忘れちゃった。なんちゃらかんちゃらと、白と黒のクマちゃんのバケハに、青と黄色のベレー帽と白のベレー帽で、なんか手編みのなんかバケハかな、あれなんて言うんだろう、分かんないけど。見たい？じゃあ今度メールでまた送るね。あ、キャスケットだ、キャスケット、よう覚えちゃう、ありがとう。そう、キャスケットで、まあ多分なんだ、忘れちゃった、なんちゃらかんちゃらっていう帽子、一番 お気に入りの、サイクリングとかするときとかレッスン行くときもあれかぶってる。と、カンカン帽、いいですね。はい。こんな感じです。では次の問題に参りましょう。リコチは元々の進路は、リコチの元々なんかのなんかアイドルになる以外の、そうカンカン帽好きなの、アイドルになる以外の大学とかの進路はさあ何だったでしょうか。進路っていうか将来の夢何だったでしょうか。1、薬剤師、2、キャビンアテンダント、3、翻訳家。さーてどれでしょう。ん？ねえねえ、私さ、なんでそんな名前変えてんの。やっとわかった。知らない人いるの？まあいるやろ、そりゃ。聞いた？うん、結構話してる気がする。バレたぞ、知らない人かと思ってた。そう、でもアイドルになりました。ランキング見ても分からなかったけど、だってなんかやけになんか知らない名前なのに、知らないや、なんか初めての名前なのにやけに私のこと知っちゃうなみたいな思ったら。あなただったのね。3,2,1。ポン。1、薬剤師、2、CA、 3、お、翻訳家。さあ1番、あ、そうです、正解は薬剤師です。私はね、薬学部の大学に進もうとしていました。ちなみに CA はちっちゃい頃飛行機とかに乗った時に、なんか飛行機のお姉さんになりたいって言って、ランキング見たらバレる。ちょっと見よう。あ、こっちがトータル、ほら8位の人。
すごいね。はい。そう、翻訳家はなんか目指してみたらみたいな感じだったけど、一番ない仕事でした。まあこの中だったらね、ちなみに翻訳家は全然いいと思うけど、私の中ではやっぱ薬剤師だなと思いました。はい、では次の問題です。21問目の問題、リコチの絵本に出てきたコケちゃんの正体は。お、ありがとう。え、翻訳家かと思ってた。ありがとう。あ、ありがとう、わかんないけど、こちらこそアイドルにならせてくれてありがとう。リコチの絵本に出てきたコケちゃんの正体は、コケ、マリモ、ライオン、さあどれでしょう。ちなみにね、コケちゃんはね、この子だよ。コケちゃんこの子だよ。アハアハのコケちゃん。予想問題。お、すごい。これはね、結構引っかかった人がちらほらおったんよ。やっけ。 I think you could be a good translator though。 本当になりたいね。でもなれたかなとも思わなかったりもするけど、思わないね。ポンダリングさん、あ、ポンダリングだったっけ。そう、18歳。そう、コケちゃんは18歳です。本当におかしいよね。しかもアハはなんかコケちゃんが生命共通のなんか、まあ物を脱してしまって物を脱してしまって、でそれでその失敗にアハって言って、でこ、それでコケちゃん、コケちゃんはその失敗を何もかもなんか、コケはまだ18だから、そう、それでなんか物を脱したから、なんかなのにその失敗に落ち込まずにアハって言って、なんかそこの場を回避してるんですよ。で何も気に知らずに、そうだから、それでアハ精神というものがね出ました。でそれで、あの、そう、おかつ、そう、おかつもコケちゃんはなんか、おかつ、コケちゃんはおかつ、おかつ食べるの、そう、水に流そうとしたの、そう、ブーツだけにね。そう、コケちゃんは結構なんかおかつが好きで、おかつを食べてます。18歳です。いきます。3、2、1。はい、これはですね、マリモです。コケちゃんマリモなんです。なんかライオンに似てるじゃないですか、見た目。だからママもマリモか、マリモじゃないライオンって思ってたのに、なんでコケって名前なのみたいな。で、マリモでした。まだね、いいですよ、マリモです。うちのなんかマリモをね飼ってたのよ昔。それの影響で、そう、マリモという名前です。あ、マリモ、コケちゃんという名前です。コケちゃんはマリモです。そう、コケちゃんはよくわかんない、コケです。はい、22問目。そう、マリモ、コリー、リコチが一時期ハマっていたのは。これはメールでも結構自粛期間にハマっていたものですね。ではいきます。1、練りきなこ、2、おかき、3、ゼリー。さあどれだ。これはメールは4月5月6月あたりですかね。4月5月、4月5月かな。でもなんか結構言ってる、配信中にも。だからちょっと段差症候やってたね、懐かしい。いや、あれ言ってもいい、本当は段差症候してなかったんよ。なんかあの頃って本当に自粛期間やったけさ、なんか外から出ることがダメなのかと思ってたの。え、その反応おもろいって。違うんよ、なんかその頃は、そう、踏み台証拠、そう、違うんよ、その頃はね、あのね、違うんよ、聞いて。だってさ、朝から段差証拠をさ1時間もさ、あの繰り返しのさ、あのさ、あの繰り返しのさ行為を私がさ1時間もできると思ってる。違うの、違うの、聞いて、最後まで聞いて、最後まで聞いて、ゆうたち最後まで聞いて、違うの。それでその頃って自粛期間、本当に絶対家にいろよな、おめえら絶対家にいろよなみたいな時期だったじゃん。だけどその頃めちゃくちゃ
ダイエットにあのもう猛烈に火がついてたコロナのよ。コロナだっけ、コロナのよ。全然面白くない、最悪自分。それで、あのその頃、それでコロナのよ。でそれで、あのまあ朝、毎朝8時、朝配信終わった後は必ず1時間あのそう、上手だよねあの毎朝1時間ウォーキングに行ってたんですよ。でも、毎朝1時間ウォーキング行って、でそれでお昼ご飯食べる前にも1時間ウォーキング行ってて、1日1万2千歩ぐらい、ほんとそんぐらい歩いてたんですよ。1万5千、3千歩とか結構歩いてて、そう。でもなんかその頃なんか勘違いしてて、家から出ることが悪いことって思ってたから、ウォーキング行きましたとか言えないなって思って、踏み台昇降1時間しましたって言ったでもウォーキングめっちゃ行ってました。偉いでしょ。3、2、1、ウォーキン、ウォーキン、あ、ウォーキン、そう、運動はしてたよ。ほらみんなさ、えみたいなさ、はてなはてな、びっくりびっくりはてなみたいな。そう、ウォーキング行ってた。お、はいはい、そうです。私がなんか一時期めちゃくちゃ練りきなこにハマっていました。なんか大豆って毒な、なんか食べ過ぎると毒らしいで、運動してたのよね。本当に痩せてた。そう、あの頃は本当に頑張ってた。でも脂肪燃焼スープで死ぬかと思ったから、よっ、めっちゃやめた。脂肪燃焼スープで私は頭に血が上ってなかった。そうで、なんかすごい練りきなこにハマって、でもそう、タンパク質も多いからいいんだけど、きな粉って食べ過ぎは良くないから、めちゃもう度を超えて1日きな粉1袋ぐらい食べてたの。それでなんかやばかったなって思って、今は、はい、あのきな粉禁止中です。その次のその日、それで鍵問題です。はい、次につながります。リコチが今禁止中なのはドーナツ、きな粉、あともう一つは、3つあります。私禁止中の食べ物が3つあるんですよ。ドーナツときな粉と、あともう一つはなんだ。1、はちみつ、2、ヨーグルト、3、リンゴ。さあどれでしょう。この中で2つは私今朝食べましたさあなんだ。でもメールでは売ってないですね。そう、メールでは言ってないけど、まあ今朝ね、その2つは食べました。お酒、さ、鮭、さ、なんだ。アイスは禁止できないよポテトは禁止できないよ。そう、リンゴ抜くとピアちゃん死んじゃう。ピアピアピャピャ。さあなんだいや、ベーグルは美味しい。最近はベーグルを食べましたね。でそしたら本当にボーンなったから、水シュッて今頑張ってます。3、2、1。お、覚えてくれてるんですね、8割の方が。蜂蜜と答えました。Yes。タム禁止してるの？蜂蜜、今禁止しています。なぜなら、練りきな粉を作るときに蜂蜜を混ぜるんですよ。きな粉を練るときのために。それで、なんか、蜂蜜も巻き添えを食らって、今8月5日。あと 1ヶ月だ、最高。マジで食べたい、今。本当に食べたい。きな粉。ちなみにその頃は食事、本当になんか変な食事をしていて偏ってて、その頃は練りきな粉と、主食は練りきな粉、きな粉と蜂蜜で、でそれで粒あん、こしあんはもううんみたいなったで、あと練乳とかも飲みながら、やば、あと何だったっけ、あともう一つあるんよ。
その頃のあの何だったっけ忘れちゃった。きなこベーグルもいたし、その頃結構ベーグル10個ぐらい冷蔵庫いた。うん、あんこ、そうあんこ、あんこと、あ、黒糖だ黒糖、黒糖もあれでした、黒糖も主食でしたそう、それでなんかそれがうんすごいでしょすごいでしょまあその頃はなんか糖分がすごく欲しかった時期だったらしくて、毎日のように朝ごはん昼ごはん夜ごはんあんこにきなこに蜂蜜に、黒糖にみたいな生活、練乳に、練乳がお水、水は練乳みたいな感じでした。やっほー。はい、ということであと残りは2問となりました。24問目。え、待って、あ、これは最初から見てたらわかるからね、本当にすごかったでしょ、しかもんって感じだったでしょ、You guys はなんか気づいてるか。はい、もうこれはね最初からね見てる、糖分禁止ですはい、で糖分はね、うん、かけてある、ね、はい。リコチのミュージカル仲間の名前は、これはね出ましたね、ポンちゃん、1ポンちゃん、2リンちゃん、3ランちゃん、さあどれだ。ちなみに全員、ちなみに、あ、実は気づいてたでしょちなみに全員私の友達です。でもミュージカル仲間のんちゃん、さあなんだ。そう、さっき言ってましたワンちゃん、ワンちゃんいいね、あれす、あり、ワンちゃんありそう、それその答え。オンデマのお披露目会から、あ、本当にやった。リンコは示すじゃなくて乃木だぞ、リンコは示すじゃなくて乃木だぞ。そう、んがつく結構多い、そうこっちだよ。名前出しすぎて今に怒られないか、確かに。でも全然いいよって感じ、なんかボイスメッセージみんなに見せてもいいみたいな、聞かせてもいいみたいなね、間違い全然大丈夫だけど、なんかそう、ボイスメッセージみんなに聞かせてもいいみたいな、ええけどしらけるよみたいな言われたではいきます、3、2、1、ドン。はい、正解、ミュージカル仲間のりんちゃんです。りんちゃんはすごく歌がうまいです、ハイスペック、私は頭も賢いし可愛い。おお、ありがとう、りこちのお顔がどうも好きで嬉しい、ありがとうそうなんです、はい。まあそして最後の問題となってしまいました、クルス、そうクルスなの、はいはい、25問目です。え、すごくない、23問正解は強い余裕逆に何も間違えたか気になる。はい、リコチは何で育った、リコチもありがとう、ハイスペックありがとう、ラブライブのリンちゃんに似てるよ、うん。1ポケモン、2プリキュア、3お母さんと一緒、野生。さあどれだ、リコチは何で育ったでしょう。1ポケモン、2プリキュア、3お母さんと一緒、さなんだ。全部ブロッコリー。ラブライブのりんちゃんは私ニコニ推しなんですけど、ラブライブは2番目にりんちゃん推しです。いないいないば、チュル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 、晴れ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 、きっと晴れる、明日も晴れるですよね。え、お母さんと一緒出たことあるの、強魔法使いサリー、なんだ、スポンジボブ、お猿のジョージ、ガンコちゃん、お邪魔状それか、うん、爽やか3組、うん、ごろん
元気リンリン勇気上々バンチルンルンプルルンルンかもしれないし、プリキュアプリキュアファファプリキュアプリキュアプリキュアプリかもしれない。はい、では 3、2、1。お、本当に You guys リアリー、正解は私はポケモンで育ちました。私はポケモンで育ちました。ちなみにポケモンで一番覚えてるのはですね、プリコリー。そう、ポケモンは私はセレビーの映画を、セレビーと何だったっけあの子、あ、七夕のジラーチだ、ジラーチの映画があるじゃないですか。ダイヤ、あそこは ルビーサファイア時期、あのなんだっけアドベンチャーみたいなところ、その時期が一番好きで、その時期はもうその映画はテープだったんですけど、本当テープが伸びるぐらい見ました。あとはでもいつから見てる？結構初期から見てました。そうアドバンスジェネレーション、それだ。それでアドバンスジェネレーションが一番好き。私は本当何回も言うけどアドバンスジェネレーションしか勝たん。そう。ということで今回私工藤リコ、リコ第1回目のリコ30問を皆さんとしました。皆さんどうでしたか？ちなみに全問正解の方はいらっしゃいますか？ペットの名前と最後強いな、言う リモンタン。あ、ペットのカメか、復習しといてね。11問強い。みんなも教えて、何問あってたの？とても綺麗、嬉しい、ありがとう。25問、そうだ25問だ。え、惜しい。え、結構みんな惜しいんだね。じゃああと5問いく？あと5問いっとく？結構、あ、結構全部行きたくなっちゃうからやめとこ。次、あ、てんてんてん、25問も正解、強っ。あ、ドライブインライブ待ってます、ありがとう。意外といけた、やったね。あ、途中配信見れなかった、5問いいやん、行かなかった、惜しいね。まあ次の復習よろしくお願いします。予習と復習が大事ですよ。途中参加だったんだね、え、すごいじゃん。はい。じゃあヒント出しときますね。じゃあ私が、じゃあこれ予習しといてください皆さん、次またリコをやるときのために予習しといてください。まず私は、誰推しでしょう。私は誰推しか、うん、出題範囲はね結構ね、最初らへんポケモンの問題が一つあるね。あと、え、僕の太陽公園についてのもうありますね。答えちゃダメ今は、これは予習しといてください皆さん。それとかママッコリエピソードとか、あとね、私の大好きな、最近買った無水鍋の色とか、皆さんぜひ覚えて。え、 DD ちゃう、ポケモンの問題まで分かった、ほんと？ゆかちのモバイル撮ってたら予習できる？できる！え、でもえ、それはちょっと嬉しいかも、もしかしたらってことでしょ。パパッコリエピソードはない。そう、復習いります。じゃあメールに送りますね、復習を。黄色いペンでジッてやってるので、皆さんぜひピピコリ。ちなみに、あ、え、これ問題にしよう。え、じゃあ、え、いやいいや、私パパのことなんて呼んでるか
パパのこと私が何て呼んでるか問題にしよう今度。私のモモメ登録してくれるのありがとう。50まで作る。うん、じゃあそうする。じゃあ今日は25問で終了したということでね。じゃあ予習はモバメで。どうしよう、もう休みメール送っちゃったけど、結構1時間40分も私配信したよね。40分もしてないか、1時間35分とか。パパこれ平米問題ない。今日からモバメ登録したよ、ありがとう。え、リコちゃんのモバメも面白いって本当に評判、嬉しい。そんなあったんですね、嬉しい、ありがとう。こちらこそ。どうしよう、10時まで歌う歌いたがり達也さんアイスありがとう。うーやいや、うーやいや、うーやいや、評判、定評、評判、漢字読めないんだよね、そういう感じの。いいの、やった、歌っちゃおう。でもね、新しい歌はね、え、次練習する歌はね決めてるの、でも内緒。ヒントは睡眠の影響。評判か、評判なんだ、評判。ビンゴいいよ。久々に日本語で歌おう。ゼロ時はやばいわゼロ時はやばい。私22時までに、あ、22時には配信終わります。皆さん歌うね。決勝気に入ったよ。うーいやー、うーいやー、なんか前髪すごかった。うーいやーいやー、なんかベンチで、あ、そう、初恋至上主義もね聞きよるよ。久々にビンゴをさ、英語、日本語で歌いたい。48、好きな歌でいい、ありがとう。ほんと前浜、どっちでもいいよ、48も44も46。ではいきます、せーの、ビンゴー。ワンツースリーフォー、ワー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 、もう待ちる、ワー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 。わけなんて何もない、紹介された瞬間、稲妻に打たれたの。ファンにラブ、理想のタイプだとか、ここに惹かれたなんて思い出せない。スピードで目と目が合うと胸が高鳴る、心の奥で思わず叫んでた。ビンゴビンゴ、あなたに巡り会えた。ビンゴビンゴ、生まれて初めてピンときた。ビンゴビンゴ、今日までは決め振らず待っていてよかったわ。運命を味方に、ラブラミズ、わー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 。ここで起きた奇跡にスキップしたいくらい、神様に感謝する。サンキュー、偶然はいつだって用意されたシナリオ、誰にも何も知らされずに、あなたのことを帰るたび、息をするのも苦しくなってくる。ヒットヒットど真ん中に命中、ヒットヒット、私のハートが盗まれた。ヒットヒット、どこかで会えるような予感くらいしてたけど、あな
たはサプライズ Oh my god ビンゴビンゴあなたに巡り会えたビンゴビンゴ生まれて初めてピンときたビンゴビンゴ今日までは決め振らず待っていてよかったわ運命を味方に Love La Mizヒットヒットど真ん中に命中ヒットヒット私のハートが盗まれたヒットヒットどこかで会えるような予感くらいしてたけどあなたはサプライズ Oh my god わー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 ことしてないのにショールームが落ちたビンゴの振り講座ってあ本当にええー、一緒に踊ろう一緒に踊ろうよやったートエニーちゃうあの近づいてさ僕の対応を入れようと思ったちょっと待ってギフト読もうラッキーなのさつちゃんかわいいありがとうたくさんありがとう達也さんあ落ちたせいでさ音符が全部消えちゃったけどわめんさつちゃんかわいいありがとう達也さんミラボールありがとう読めなかったバジラモンスターさん音符ありがとうアプリバグったかと思ったえごめんなさいでもねあのちゃんと音符とか送ってくださった方あのちゃんと見えてるので安心してくださいありがとうございますごめんねあのショールームが落ちちゃったせいで落ちちゃったお何原因でごめんなさいありがとう僕の太陽は歌詞がいいからぜひ聴いてほしい確かにカラオケ機能落ちやすいよねでは聴いてください僕の太陽ララ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 ラ君は今僕の太陽人差し指空に向けて巻きつけよう白い雲ともやもやした気持ち悩んでいたって仕方ないよ上を明るく嫌なことの一つくらい誰にもある下を向いて落ち込んでたってダメさ心のその空晴れ渡るまで上を向くんだ君が世界のどこかで泣きながら孤独に震えていたって必ず僕が探す愛しさが目印さ太陽は
線から眩しい光はエネルギー、君は今僕の太陽。一人きりで夜の闇に怯えないで、僕はいつも君のそばにいるよ。もし世界中が敵に回っても僕は味方さ。だから悲しいことなんて忘れて、なんでもないように笑って、一人じゃないよ君は、夜明け待つ人がいる。太陽は何度も夢を見る、永遠に今諦めないで。時には雨だって降るだろう、泣かないで僕の太陽。太陽は何度も夢を見る、雨雲にもし覆われたて、待ってる誰かを思い出して、君だけが僕の太陽、君だけが僕の太陽。ララ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 ラ、負けないで僕の太陽。ありがとうございました。僕の太陽公演復活求む、ありがとう。ちなみにマスカラを持ってました。キラキラしてる、嬉しい。下落ちの太陽、みんなの太陽だよ。マスカラでも歌ってた。ありがとうございます。本当嬉しい。ヨウさん花束ありがとう。ミヤティさん花束ありがとう。ナオピーさんハートありがとう。キョンさん音符ありがとう。トリダーさん音符ありがとう。ハレルンさん音符ありがとう。ミツチさん音符ありがとう。トリダーさん音符ありがとう。ハレルンさん音符たくさんありがとうね。テラさんも音符ありがとう。ありがとう、キョンさん、トリダーさん。タツヤさんミラボールありがとう。ミラボール。ありがとう。ミツチさん音符ありがとうね。ヌリミオさんも音符ありがとう。たくさんありがとう。ミヤティさんも音符ありがとう。やったー、ありがとう皆様。うん、ゼロタムサンバラありがとう。日焼けしちゃう？あ、もうこの時間？嘘。それでは最後の時間となってしまいましたね。まあほんとショールームのカラオケ機能ってほんとに楽しいですね。この曲が最後の時間となってしまいました。明日は月曜日ということで、今日は日曜日だったからギャップがすごい激しいと思うけど、皆さん頑張って生きていきましょうね。それではこの曲で皆さんに元気がなると嬉しいです。聞いてください。夕日を見ているか。
今日がどんな一日だったかなんて帰り道考えるよね。悲しいことや辛いこともあるさ、楽しいことが勝ち越せばいい。家族や友達や周りの人に心配をかけたくなくて、無理に微笑み嘘いくつかついて、君だけが抱え込むのはやめて。季節の風の向き感じたり、足元の花に気づいたり、小さな出会いにそう感謝できたら、僕らは幸せになれるんだ。夕日が沈む空を見ているか、時が過ぎるその背中は美しいだろう。 Yes、 それなりの今日が終わり、全てリセットをする夜が来るよ。家路を急ぐ君は一人きり、どうして自分のことを褒めてあげないのかね。ちゃんと見てあげようよ、君が君らしく生きてること。あ、終わっちゃいますね。寂しい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 です。では男女の方をね、読んでいきたいと思いますが、今日の配信すごく楽しかったです。またクイズ大会やりましょう。39位からカイトユウさん、30点さん、ファーストルックさん、ココさん、ポンケさん、オッコさん、フラットさん、ツノキチさん、 UW2 さん、チクワさん、ケンメイさん、サコンリュウさん、サヤくん、伊藤ひろしさん、チューチューさん、ツノさん、テラさん、キヨニ、ミヤティさん、ボヤッキーさん、いっちゃん、オガッチさん、ブロンコさん、ナナリンさん、ダイチッチ、ティユさん、ありがとうございます。ナスちゃん、ありがとうございます。マイトリン、ありがとう。ノリミオさん、ありがとう。渡辺さん、ありがとう。カズ先輩、ありがとう。マシャさん、ありがとう。おへそさん、ありがとう。ブンちゃん、ありがとう。コヘヘさん、ありがとう。トリダーさん、ありがとう。そして本日のメルヘンチェンジ、ハルルンさん、今日も歌を聴いてくださったり、そしてクイズ大会に参加してくださってありがとう。そしてどうでしたか、いくら会いました。お、もっと知りたいね。お互い、私も知りたいから会ってお話がしたいです、ありがとう。そして2位はキョンさんです。キョンさんもどうでしたか、私何も会っていましたかそしてカラオケもいつも聞いてくださって本当にありがとうございます。そして1位はタチヤさんです。お、15問お、頑張ろう。達也さん、達也さんは私のメールを今日から取ってくださるということですごく嬉しいです。たくさん、私はメールひいきの人なのでいっぱい送っちゃいます、ありがとう。メールひいきだよまあそうなんですけど、今日は、あ、待って、じゃあちょっと喋るね。今日は少ししかメール送れなかったから悲しいけど急ぐ君は一人きり、どうしてぬるっと入るやつ褒めて、あ、ねえねえ、ぬるっと配信始まってぬるっと歌を歌い始める人君が君らしく生きてることを、
の季節は終わってしまった。君を一度も誘えなかった。忙しいって聞いてたから、悪いかなって躊躇した。僕のスマホに残ってた写真、微笑む去年の水着の二人、恋が盛り上がってる時は気づかないことがある。あれこりこれこり、そんなの悲しすぎるじゃない。どんなことあったとしても、僕は変わらない。あれこり会ってない、このまま忘れられるものか。そう本当の気持ちだから、ずっと好きでいさせて。君に会うにも理由がいるよね。そんな遠さに寂しく思う、僕の考えすぎだって、笑われるだろうか。好きでいたい、そばにいたい、君への思いは永遠だ。時がそう過ぎ去ったって、日はもう沈まない。好きでいたい、またいたい、一度も忘れた日はない。今の僕にできることは好きで続けること。自分たちを客観的に振り返っちゃダメなんだ。どんな風に思われてもいい。もう一度もう一度君を誘いたい。あれこりこれこり、そんなの悲しすぎるじゃない。どんなことあったとしても、僕は変わらない。あれこり会ってない、このまま忘れられるものか。そう本当の気持ちだから、ずっと好きでいさせて。好きでいたい。これからもずっと。ありがとうございます。楽しい寝られんやつ、ありがとう。やったやった、やっぱ楽しい、ありがとう。楽しいです。はい、工藤理子公園に足を運びくださって来てくださって本当にありがとうございます。工藤理子公園は これで終了となってしまいました。楽しいですね、やっぱりサステナブルが。ということで、私は明日とても朝早くにピューンしちゃうので、今回はこの辺でお開きとなってしまいます。皆さん夜寝るときは私のことを考えて
夢で会いましょう。そして私の予習復習しっかりして寝てくださいね。ありがとう、寝ます、ありがとう。ということで、ありまんご、ありまんご。ということで、ギフトをねいただいたのでたくさん読まさせていただきたいと思います。こう今宵もまた夢で会いましょう。マジャモンスターさん音符ありがとう。シンエサールさんハートありがとう。トリダーさんハートありがとう。あ、間違えた、音符ありがとう。ノリミオさんミラーボールたくさんありがとう。ダルルンさん音符ありがとう。ありがとう皆さん、最後まで私の歌に伝えてください、付き合ってくれて。水地さん音符ありがとう。ケビンさんミラーボールありがとう。たくさんありがとう皆さん。キヨニーも音符ありがとう。ハルルンさんミラボありがとう。大チッチさん音符ありがとう。大チッチさん。ナリミオさんたくさんミラボールありがとう。ケビンさん音符ありがとう。キョンさんも音符ありがとう。嬉しいなぞ。ケビンさんバラありがとう。サー君音符ありがとう。たくさんありがとう。サー君ありがとうありがとう。ポンケさんミラボールありがとう。ミヤテイさん登場ありがとう。テフテフ。テフテフ。読みましたネタ、読みました。ということで、お楽しんで飲み会、玉ねぎ食べます。タキウもありがとう。シンガーサールさんバラありがとう。バジルモンスターさんオープンありがとう。ありがとう、明日からももめ嬉しい。ということで今日もありがとうございました。皆さんこちらこそすごく楽しい配信でした。皆さん月曜日もブルーマンデーちゃうよ、レッドマンデーにしていきましょう。私もね頑張るので皆さんも一緒に頑張ろうね。ということでおやすみなさーい。バイチャラポー、おやっこりー。あ、ここでリコがあるよ。私おやすみのことをおやすゆっていう。ママにおやすゆっていう。ということでおやすゆ、おやすゆ、ゆはひらがなのゆ。おやすゆ、バイバーイ。おやすみ。